アレクサンドル・ウラージミロビッチルツコイは、ソビエト連邦及び、ロシアの軍人、政治家。ロシア副大統領。を、空軍では少々まで累進している。後に、陸軍大将の称号を得る。ソ連邦英雄。ソビエト連邦、ロシア連邦共和国のクルスク州に、生まれる。経営ベルシニン名称バルナウル飛行技師高等、軍事航空学校で8年間学び卒業後。 1971年から軍務に就く。さらに、ガガーリー名将空軍アカデミー、ソ連軍参謀本部アカデミーで学ぶ。1970年にソ連共産党に入党。1985年から1988年、アフガニスタン紛争に従軍。独立航空攻撃連隊長、空軍大佐となる。1988年8月4日。 登場機のスマイナス25がパキスタンから出撃した戦闘機に撃墜され、ムジャヒディーンの捕虜となる。8月16日、パキスタンの仲介により解放。12月8日、ソ連邦英雄の称号を授与。1990年新たに、ロシアソビエト連邦社会主義共和国共産党が創設された際、中央委員に選出される。同年春。 人民大議員に選出。議会では、商意軍人や退役軍人と家族の社会政策に尽力した。改革派の院内会派、民主主義を目指す共産主義者を結成し、指導者としてレオニード・ブレジネフの流れを組む保守派と一線を隠し、後に共産党を離党する。ロシアに大統領制導入に伴いボリス・エリツィンは、副大統領候補に、 アフガニスタン戦争の英雄で軍人票を見込めることと共産党を離党して改革派の立場を鮮明にしたことを理由にルツコイを選ぶ。1991年6月12日の選挙でロシア副大統領に当選する。ソ連8月クーデターではエリツインらとロシア最高会議ビルの防衛にあたりクリミア半島をフロスに飛びミハイルゴルバチョフ大統領を救出することに 成功した。ソビエト連邦の崩壊後、経済改革をめぐり、エリツィン及び、エリツィン側近の急進改革派と一線を隠すようになり、1992年6月、ルツコイの自由ロシア人民党は、ロシア民主党、刷新など、恩恵改革派と、政治ブロック、市民同盟を結成した。エリツィンは、ルツコイに、農業担当を明示次第に、両者の見学は拡大し、 1993年春には、最高会議議長のルスラン・ハズブラートフと共に、反エリツィンの立場を鮮明にする。1993年9月21日に、訪日を直前に控えたエリツィンは、人民大議員大会及び最高会議会さんの大統領令を発布し、議会を中心とする反エリツィン陣営の除去に取り掛かったが、ルツコイは、 最高会議の緊急会議で大統領に就任した。10月3日、最高会議ビルに立てこもって抵抗した。しかし、8月クーデターの再現とはならず、ロシア連邦軍の圧倒的な攻撃により、10月4日、抵抗は失敗した。副大統領職は廃止され、ルツコイ、ハズブラートフは逮捕され、レフォルトボ刑務所に収容される。 1994年会員国家会議の御社決議で釈放される。4月愛国主義団体、大国を創設し、代表となる。1995年ロシア連邦議会、会員国家会議選挙では、大国は敗北し、ルツコイ自身も落選したが、1996年10月、クルスク州知事に当選した。1999年10月、 セルゲイ・ショイグの結成した統一に参加する。クルスク州知事再選に意欲を燃やすが、2000年10月、選挙管理委員会から立候補資格を取り消され、再選できなかった。再退、再婚。産卵一条有する。ありがとうございます。